皆さんこんにちは。サンテクノの社長西村真理子と申します。うちは自動車部品からスタートして、今は医療機器を作る会社をやっています。で、歯医者さんで使われている治療するこうビーンってやったりする、ああいうの、歯医者さん8万件あるんですが、そのうち7万5千件にうちの品物が行っています。だから歯医者さん行ったら大体うちのが使われているかなと思います。で、うちの技術がちょっと認められて、宇宙ビジネスへということで、今県の後押しを、いただいて、チタンで作る精密な部品が宇宙に飛ぶ日も近いかなと思って頑張っています。まあ全部で16名17名になったかな、社員で、正社員の、平均年齢が33歳という若い会社です。パートさんは60とか、と若い子はもう中卒で来てる子で、うちの母は92歳で、まだ仕事をしているという、ちょっとユニークな会社なので、ぜひ一緒によろしくお願いいたします。帰ってきた？それね、見つかって狸。あの声狸でしょう。
偉いね、リー。追い詰めなかった。タヌキ。元気でね。この大雨の中でちゃんと生きてたんだね、たぬきね。ねえ、そっちさ、まだ泥泥だからさ、こっちから行こう。